はい。えー、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。えー、今日はね、7月12日火曜日ですね。えー、今日の日経平均株価ですけれども、下げましたね。マイナス475円ということで、えー、26,336円で引けております。えー、トピック数も、まあ、下げておりまして、マイナス31ポイント、えー、1883ポイントで引けています。えー、マザーズもね、えー、9ポイント下げまして、えー、670ポイントで総じて、 まあね、東京市場よくなかったですね、えー、為替の方は136円、うん、78銭ということですね136円で定着してますね福原日経 VI ですけれども23.12と、まあ、若干上昇してますけどまあそれほどね大きなものではないというふうに、まあ、思いますねまあ円安がねもうとにかくこういう円安が定着しますと,といろんなものがねこれから上がっていきますよね、えー、いわゆる企業物価指数もね上がってますから まあね、上がりますよ。で、まあ、賃金はね、そんなに急激にね、いきなりは上がりませんのでね、そうしますと、おまあ、生活費を、まあ、どう切り詰めていくかというふうにね、まあ、まずあのー、庶民はね、考えますよね。えー、もう私なんかもね、えっと、なんか5000ポイントをくれるカードをね、えー、無料カードに入ったりね、いろいろポイ活もやっておりますけどね。 えー、まあ、ああの、皆さんそうだというふうに思います。えー、それで、え、ニューヨークですけれども、昨日はね、164ドルのマイナスで、ま、あね、3万1000ドル台ですよね。えー、まあ、そんなに大きくは下げてないですよね。んで、ナスダックは、ちょっとナスダックを下げ大きかったですね。262ポイント下げて、まあ、1万1372ポイントと。えっ、ー、と、S、S&P500 ですね。マイナス44ポイント下げて、3854ポイントという、まあ、そういった結果ですね。えー、で、ドルインデックスね。 はい、カラス108.25と、はい、いうことで、ドルが強いですね。えー、っと、原油がちょっとね、また下げてますね。このところ乱高下しますよね。上げたかと思えば下げるっていうね。まあ、こういう商品先物やってる方大変ですね。もう、ね、夜も常時眠れないんじゃないですかね。もう24時間動いてますからね。はい。ビックス恐怖指数ですけど、結構昨日上がってますよね。で、26.90ですね。まあ、だけど、まあ、全然30ポイントまではほど遠いんで。 まあそれほどね、早、え、期、ー、感という感じでは、まあ、ないようなふうに思います。で、今日はですねあの、タイトルにもありますようにですね、えー、楽天グループ株ですね、これ楽天グループ株。えー、まあ,あの、の今日はマイナス24円で、えー、結構下げましたね、3.71%下げて623円と。えー、PR はないし、えー、それから利回りはありません。開示されてないですからね。 で、まあ、純1 3倍率が0.96倍ということで1倍割れてると。まあ、こういう状態なんですね。で、まあ、あのー、銀行をね、えー、ま、あ上場すると。それからまあ、あ証券も上場するということでね。えー、まあ、ああのー、発表がありましてですね。えー、これ7月の4日に何か発表されたんですよね。それで、えー、楽天銀行新規上場申請と発表ということでね。 まあ、インターネット専業銀行の、まあ、楽天銀行が、まあ、当初、プライムにね、プライム市場ですいきなりね、えー、に、まあ、上場するということでね、えー、まあ、21年9月にね、まあ、あの、上場準備を開始すると発表してたんですけれど、まあ、あの、順調に、まあ、進展しているようでですね、まあ、あの、これで、えー、グループでの資金調達力強化につながるというね、 まあそういう見方がされてですね。まあ、この日はね、まあ、ちょっと、楽天グループ株上げてるんですよね。えー、っと、はい。えっと、これ、日足のチャートですけどね。えっと、まあ、あのー、なんかね、582円まで下げましてね。ほんで、まあ、ここですかね。7月の14日。まあ、わずかですけどね。7月の、7月の5日。まあ、この辺ですかね。ちょっと、少し、 まあ、上げたんですかね、これね。まあ、高値がちょっと、まあ、上いったということですよね。658円まで。えー、っと、昨日は658円高値だったんですね。でも、まあ、下げて終わってんですよね。で、まあ、今日また下げましたというような、まあ、状況なんですよね。で、そもそもこの銀行ですね、えっと、上場する理由っていうのは、まあ、何かといえばですね、まあ、あのー、基本的にはですね、えっと、こうですね、えっと、財務のところでね、 何しろまずっと赤字なんでねえっとちょっと見ていただくとこうこれね2019年12月からまあ期からですねえっと最終利益の赤字が始まってですねこれでまあ318億から始まって1141億1338億とこれ足し込むと大体この間で3期でまあ2800億ぐらいのまあ赤字をね まあ出してるんです、ね、計上しててるるんんでですすねね計上その結果何が起こるかっていうとまあですねえー、っとこの剰余金ですねまあこれはの利益から持ってきますんでねえ繰、ー、越のま剰余金がですねそれまではまあ積み上がってたんですね4136億とかあったんですよ2019年の12月期はねどんどん減っていってですねで今435億しかないんですよねでお金はね持ってるんですよ何しろね有利主負債倍率が3.84倍ですからね でお金はですね、キャッシュ自体はここにですね、4兆4000億、えー、あるんですよね。だけどまあ、あの、借金なんですね。とか、まあ、社債ですね。で、これあのー、単身を見ると、わかるんですけれど、これですね。えー、っと、これ、これ楽天の単身なんですけど、えー、負債のところでね、ここに、社債及び借入金ってありますでしょ。これがですね、 前期は3兆4000億だったんですよね。で、今期はもう約4兆円という形になってて、で、その他の金融負債というのもあるわけですよ。これが1兆4000億だったのがですね、まぁ、あ、ちょっと減って1兆、まあ、3500億ですよね。まあここはもうほぼ変わってないですよね。だから合わせてですね、まぁ、あ、5兆円以上のね、借金が、負債があると、まあいうことなんですよね。 まあこんな状態なんで、結局ですね、利益剰余金っていうのはこの435億までこれ減ってると。まあ、とにかく利益が出ないとですね、この剰余金のところですね、どんどん減っていくんですよね。あのー、ですからまあ、クリソン状態っていうのはもう最終的に損失、これもう一気ね、例えば500億以上の損失やりますとね、えっとこマイ、マイナスになるんですよ。だから、えー、いわゆるクリソンというね、繰り越し損失の状態になるんですよね。 そうするとまあね、えっと、あとはまあ資本金とかありますんでね。まあそれはまあ、あの、直ちにね、会社がどうかなるというものでは全然ないんですけれど。まあだけど、まあ見かけ上は大変良くないですよね。えー、まあそんなことでですね、なんとかね、それをまあ回避したいと。えー、いうことがね、まあ定流にあるんだなという、あるんだろうなというふうにまあ思います。それで、えー、っと、はい、これビッグローブニュースなんですけど、これ昨日ね、11日に出た記事なんですけど、 えっと、楽天銀行がまあ上場申請しましたよと。まあ、上場のね、まあ、可否っていうのは、これからまあ、あの東,東京証券取引所の方でまあ審査しますんでですね、えー、まあ、それはわからないんですよね。えー、ですけど、まあ、多分大丈夫だろうなというふうに、まあ、思いますけどね。で、あと、なんか5月にですね、えー、っと楽天グループ、やっぱりね、子会社の中に楽天証券ってあるんですよね。まあ、利用されている方多いと思うんですけど、 まあこれもですね、上場の準備を始めるということで、まあ、これもね、うまくいけばまあ上場したいということですね。えーまあ、ただですね、えっと、これ、なんかすごい面白いのがですね、これなんか前も言いましたよね、これ、これ楽天証券の上場準備に関するお知らせなんですけど、5月24日のね。これ なお株式上場に関しては関係当局の承認を前提とすることに加え準備過程における検討の結果次第では当社グループの組織再編が必要になる場合や楽天証券は株式上場しないという結論に至る可能性もありますとそのため現時点では上場予定時期とは未定となっておりますが進展状況を踏まえ必要に応じて適宜開示を行ってまいりますとまあとにかくねなんかまああのうーんまあ三木谷さんねもうとにかくこうちょっとやめたとかね やるとかね。まあ、何かこういきなりこう決断するかですね。織田信長みたいですよね。まあそういうことなんで、まあちょっとね、まあこういう表現になっとるんですね。まあ実際に、えっ、ー、とまあ、あの、証券上場ちょっとね、無理ねとかね、まあそういうこともあるわけですよね。だからまあちょっとわかんないということですよね。まあですけど、まあ銀行に関してはどうもね、えっ、ー、と上場をしたいなと。うんまあまあ、っていうのはまあやっぱり先ほどのですね、 えまあ450億ぐらいのもう利益剰余金しかないということで、まあ、とにかくあそこをクリソン状態にまあ、したくないんですよねなんかねマイナス三角の状態にはねうんでまああの株価も下落してるしまあねこのまあ銀行の上場とか証券の上場といったようなこうニュースを出してですね、まあ、株価の底支えにしたいということもまあもちろんあると思うんですよねでえっとこの楽天銀行ですね上場すると まあどのくらいのその時価総額ですよねまあになるかというとですねまあ、一説にはですねえー、っとこれです、ね、これ読売新聞オンラインなんですけど、えー、これは去年のね9月にまあ,あの出てる記事なんですけどまあなんか時価総額1,000億円ぐらいね1,000億円上回るんじゃないかと言われてるんですよね。ですけどもあの 1, じゃあ1,000億丸々入ってくるっていうのはもう全額売っちゃう売り出すということですから。 まあそれはね今の楽天のですねえっとまあ、楽天経済圏のまあエコシステムの中でまだ、あ、できませんよね。ですんでえっとやっぱり、えー、マックスですよ、えー、マックスですねえっとまあ支配権があるまあ、親会社のねまあ、とにかく50%超えのところはですね、えー、まあ、楽天がそのまま楽天グループがまあ株を保有するとでって大株主 でその楽天グループとのシナジーですねこれがきちんと働くようにしときたいということになると思うんですねもう典型的な親子上場ですよねでまああのこれですねだからまあマックスですねまあせいぜい500億なんです調達できてですからもう本当にですねこの今さっき見たですね435億ですねまあこれにですねまあ,あの特別利益出すことでですね まあどのくらいあとね赤字がね今季出てくるかちょっと読めない状態なんですよまあこうやってね四半期ごとにずっとマイナス並んでますよねほんでまあどっちかというと拡大していってますんでねちょっと読めないんですけどまあだけど少なくとも特別利益をねまあこのえ出せばねえー、まあまあ資金がねまあ入ってくるということでえー、まあねちょっとこの剰余金のこの <laughs> ね クリソン状態はまず回避できるんじゃないかとまあいうような感じですねだからほんとねちょっと苦しいほんと苦しいですよねこれねうんそんな感じだと思いますその売り上げはねまあ本当絶好調をねえー、なんですよねまあ、えー、前期は1兆6,817億円ということでねまあその前の期からですねまあ、えー、2300億円も上積みしててなのにまあねやっぱり こんなマイナスがね、どんどん膨らんでいくと。まあもう、それはもう、皆さんよくご存知のようにですね、まあ、楽天モバイルですよね、楽天モバイルのまあ事業がね、非常に厳しいということなんですよ。楽天モバイルの事業がですね、えっと、ここなんですね、えっと、モバイルセグメント、シャンキー業績推移なんですけど、これがね、もうちょっとね、営業損失、前年同期比でマイナス374億円で、えっと、 1,350億円の営業損失を、まあ、出してるんですよ。これでそれでですね、えー、売り上げはというとですね803億円しかないんですよね。それでまあこの売り上げの方もですねまあ、伸びちゃいるんですねプラス44%ということでね。四半期別ですよあくまでもね。だけど、えー、まあユーザーの増加デバイス売り上げの増加まあこれ多分 iPhone とかあるんだと思うんですけど、まあ、そういうものが寄与して、まあ、増収になったと。なんだけど うん、まあ海鮮エリアの積極的な拡大ですね、まあ、原価償却費とか原価償却費ネットワーク関連費用ってこれもうネットワーク関連費用はまあ,あの KDDI のローミングなくなるんでまあそれは減ると思うんですけどそれでもですねやっぱネットワークってメンテナンス必要ですんでねこれはやっぱり一定程度かかり続けるんですよね。それから原価償却もまああの一気に落としてるんじゃないですからまあこれまあ、何年間かにわたって原価償却費ってまあかかってくるんですよね。ですから これよ、まあ、これ容易にねこの営業損失がねまああのえー、なくなるというのはですねまあちょっとね、えー、考えづらいまあ一番なくなる可能性が高いとしたらですね、えー、0円プランやめましたよねでまあこの0円プランをやめたことによってですねでまああのこの課金売上がね増加していってでまあ売上も上がり利益もまあ、取れるという形でまあこの営業損失が相殺されて 少なくなっていくあるいは消えていくとああいうまあそれしかないんですよねこれ今500万個まあ突破って書いてますよね2022年これ4月ですよね568万まああのユーザーがいるんですねまあところがですねこれ一番最新のやつで言うとですねこの産経新聞ですねのこれサイトなんですけどこれはですねえっと6月29日に の記事でですね、楽天0円廃止で3割が他社に乗り換えへと民間調査って書いてますよね。もっとね、えー、っと、なんか乗り換えるんじゃないかという予想もあったんですね。だけど、今のところの6月末の時点ではですね、まあ7月からね、課金が始まりますよね。えー、っと、0円ユーザーが、まあ1078円ですかね、まあ、それ払わなきゃならなくなるんですけど、えー、っと、契約者の、まあ、あの29、29%が、まあ他の携帯電話会社に乗り換える意向を示していると。 まあ約3割ですよねで6割はまあ継続利用の意向を示しているとでこの調査,調査結果によればですね楽天のまあ通信サービス契約者のうち0円料金廃止後も継続するというふうに回答したのは65.4%とまあね、えー、まあまあ <laughs> これぐらいあればねよかったなって感じですけどでだけどまあ他社に乗り換えるっていうのが29%で乗り換えずに解約する、まあ、単に解約するっていうのが5.7%だったと。だから 合わせると、まあ、ユーザーとしてはですね、まあ、この、ぶっちゃけいらないというのは、この、もう単に解約するていう人ですよね。きっとね。で、こうも,もう、ぶっちゃけいらないと。で、まあ、あの、この29%、じゃあ他社に乗り換える29%っていうのがですね、果たしてそのロ円ユーザーだったのかどうかってわかんないですよね。だから、まあ、あの、有料のユーザーも、まあ、この乗り換えるグループに入っているかもしれないんですよね。で、まあ、これ合わせますと、大体まあ、あの、まあ35、35%ぐらいになりますよね。 あの一番ねえっと問題があるのはちょっとなんかこういきなりこう変更されるということでなんかこうちょっと不信感があって解約するという人がまあ結構いるとこれ5月31日なんですけどこの時にですねこうヤフニュースですね7割が解約検討ってこう出たんですよ。でまあちょっと調査の対象が450人なんでまあ分かんないんですけどまあ0円ユーザーのまあ7割。 これはもう他社に乗り換えるそうするとですねまあやっぱり計算的に青か 0AU だってまあ結構いたんですけれど、まあ、1ギガ未満っていうのは55.8%だったらしくてまあそれの7割ですからまあ7535 <laughs> まあまあいいとこ言ってますよね。で1ギガから3ギガこれもともと課金されてたんですけどこれって15%でそれから3ギガ以上20ギガ未満が13.6っていうところらしいんですよ。 だからまあ結構な部分ですね、この0円ユーザーですね、まだとどまってる意向なんですよね。なんかね、y m イ v バの声出てきましたね。<laughs> えまああと、えー、っとですね、まあこんなことなんですよね。で、この、ここにありますよう、ね、に、この急なプラン変更に不信感と。これはね、えー、実は私も全く同感なんですよね。で私もですね、実はですね、変えるつもりなんですよ。変えるつもりなんですけど、まあ一応10月まではですね、 一回千七7 8円取られるんですけど、その分がですね、えー、楽天ポイントで戻ってくるんですよね。まあ、激変緩和措置というやつですよね。で、その上に、まあ、あの、実質1倍でしたか、2倍でしたか、えっ、ー、と、まあ、まあ,あの、ポイントの倍率がちょっと上がるということでですね、えー、まあね、えっ、ー、と、まあ、それまでにまあ考えればいいと。で、多分ですね、私のようなユーザーも多いと思うんですよね。だってね、えー、楽天市場の、えー、マラソン 感想ユーザーザでしたらまあその方がねお得ですもんねだからまあ本当になくなってからねもう全くその、えー、ポイントで還元するっていうのがなくなってからまあ、解約するというねまあそういうこう行動になろうかなというふうに思うんですよまあだいたい35%ですねそうするとですねまあ単純に言うとですねまあこの35%もいつ解約するのかとこれはなかなかね ちゅうところなんですよ。これ35%ってでかい数字ですよね。500万がね、なんか350万とかね、ドーンと減るということになる可能性も、まあありますね、うん。まあちょっとわかんないですけどね。だけど、まあやっぱり、えっと、ちょっと不信感を持たれたのは間違いないですよね。えー、ですからまあ、ここね、えー、正直言って今後ですね、黒、まあ黒字化する。 うーですね道筋というのはなかなか厳しいもんがあるのではないかなというふうに思うんですね。まあそれでえとりあえずキューバをしのぐためにですね、この楽天銀行ですね。これなんですけどね、楽天銀行ですね。この楽天銀行を上場するということなんですよね。なんかね、もう1200万口座あるらしいんですよ。だからまあネット銀行ではもう口座数はもう断トツのトップですよね。楽天銀行が まあ、選ばれる理由っていうふうに、まあ、こう書いてありますけど、あの、まあ、一つにはですね、やっぱり一番大きい理由は、あれですよね、ポイントですよね。これが、まあ、あの、優遇されるという、えー、楽天市場の買い物でですね、まあ、これはもう非常に大きいですよね。それから、あとですね、ATM の、まあ、この手数料ですね、もう最大月7回まで0円なんですよね。これも、まあ、非常に、あの、大きいですよね。それで、あとですね、振込手数料も最大月3回まで、まあ、 無料だと普通あと普通預金金利これもなんか大手銀行の20倍とかね <laughs> 書いてますよねですからまあねなんかいろいろメリットあるんですよねそういうことで楽天銀行使ってる人も多いということですよねただからあのまあこの楽天銀行ですねえっとまあ上場したからといってじゃあその楽天にとっていいのか悪いのかっていうと本当はですね良くないですよねなぜかっていうとこれですねえっと東証プライムに行くと言ってますんで 東証、えっと、プライムって、えっと、流動株が35%ぐらいないといけないんですよ。そうするととにかく絶対65%以下にしないといけないんですよねあの、えー。楽天グループの持ち株比率ですね。でまあ多分どのぐらいになるか分かりませんけど、まあ、楽天グループとしてはですね、まあ、今の苦しい状況を考えればできるだけキャッシュが欲しいですからそうするとですねまあ50ねえー、2とか55とかね。 まあそれぐらいね、えー、持っといて、あとの45%ぐらいは、まあ、市場に出してしまうというような、まあ、そういうことになるのかなというふうに、まあ、あの勝手に思うんですけどで、まあ、そうした場合ですね、結局、親会社の持ち分ですね、まあ、この楽天銀行は今,度今後、どんどんまああの発展していってですね、すごい稼ぐということになればですね、上場してなければ100%楽天グループの中に利益を取り込むことができるんですけど、 上場させてしまうとですね少数株主が存在することになりますよねだからその少数株主のですね持ち分は外部流出するということになりますねつまり配当として少数株主に利益から分配をしなきゃいけないとまあ、資本コストって言いますけどねそういうことになるんですよねだから本当は中に持っといた方がいいんですよだけどまあさっきのようにね、まあ、苦しい台所の事情ですよということでまああのー、売り出しをすると いいいうううこととにになろうかというふうに思いますただですね、僕はもう本当にね、そういうことがなかにせばね、この楽天銀行もったいないなと思うんですよね。えー、もうね、すべてはね、もうさっきの楽天モバイルですね。まああれがもうつまずきの石ですよね、途中で。引き返しとけばよかったんじゃないかなというふうに、私はまあつくづく思うんですけど、引き返すことはできますからね。だけど、その突き進んでしまったことがですね、ちょっとね、悔やまれるんじゃないかなというふうに思うんですが、 あってこの1200万口座というですねこの口座数ですねこれってすごい数なんですよねちなみにですねまあこれ個人が多いと思うんですよでちなみにですねえっと三菱 UFJ 銀行ですねこれはあの、えー、メガバンクではあのトップなんですけどここでね個人の口座って4000万口座なんですよだからそれでも要するにもう長年やってきて4000万口座なんですよねだけど 楽天銀銀行行でで基本的にネット専業銀行ですからねそうするとこれからはですねまあひょっとしたらどんどんですねこれだけのメリットがあるわけですからどんどんですね個人の顧客を奪われていくとまあ法人は別ですよだから法人はねまあその、えー、メタバンクやりますんでね、えー、必要ですんでねだからまあ法人は別ですけどだけど個人に関して言うと、えー、もう圧倒的にこの楽天銀行メリットがあるわけですねもっと言うとですねえっと 三井住友銀行ですね。あそこの個人口座ですね。これは2800万口座なんですよ。そうするとですね。まあなんか三木谷さんがね、2500万口座とか言ってますんでね。そうするとね、もう SMBC と並ぶ口座数になるっていうことですね。個人口座ではね。まああの銀行、銀行としてはね、正直言ってまあ、あの、口座管理手数料が欲しいなぐらいのね。まあ今そういうね、もう口座数を競う時代ではないみたいな感じには、 なってると思うんでですけどまあそれでもねやっぱりあのー、預金、えー、っていうのはやっぱ銀行のまず、うん、ね入り口ですからねでまあこれからねインフレになっていけばまあ金利もねまあいずれは上がっていくでしょうしそうなってくるとやっぱ資金量がやっぱ物を言いますよね。えー、稼ぐ力もね金利の上昇とともにま上がってくるだろうというふうに思うんですね。 なので、まあやっぱりあのですねこの楽天銀行ですね上場するのは本当にね、えー、結構苦しいねまあ、選択なのかなというふうに思うんすよね。もうこの上にある楽天モバイルお申し込み2000ポイントプレゼントがね、なんかこう切ないですよね。っていう感じがあのするんですよね。あのですからまあ結論から言って楽天銀行を上場したところで、まあ簡単にこんなね、赤字がね、 あの、なくなるということは、まあ、ないだろうな、ということなんですよね。ソフトバンクグループのね、アームみたいにね、なんだかね、三兆とかね、えー、7兆とかね、もう言ってるような話ならね、それはちょっと、あの、別なんですけど、まあ、せいぜい1000億とか、まあ、1200億とか、まあ、そういう時価総額ですから、そうするとやっぱりね、まあ、仮に売り出ししたとしても、バランスシートが急改善するということはね、 ななななかかか難しいいいんんじゃないかなとうううふうに思うんですよねこれあの社債もそうですしあの銀行の借り入れもそうですけどこれって、まあ、なんで、えっと、これだけね、えー、現金等の残高ですね持てるかっていうとですねこの楽天市場というビジネスですね、まあ、そこからのですねやっぱりこのキャッシュフローというか、まあ、その顧客基盤ですよね。 まあこれがやっぱり非常に信用力が高いからまあこういうふうにねこれだけのまあ社債発行してもまあ消化するしなんかねモバイル債とかもやってましたよねだからまあ,あのそういう意味で言うとえやっぱりこの楽天経済圏へのまあ信頼ですねえそ,ういうそういうものがやっぱりえこのですね負債をねまあ5兆円の負債をね大丈夫取り戻せるねしっかり回収できると。 まあ踏んでるからね、社債もまあ消化できていくし、借り入れ金もね、まあ、そのままね、借り換えとかもできていくんだというふうに思うんですよね。まあ、そんなことでですね、えっと、ちょっとね、えー、楽天グループ、まあ、なかなか厳しいなと。まあね、これ、決算発表がですね、えっと、8月10日にあるんですけど、まあ、その時までにね、楽天銀行がまあ上場するわけではないですからね。 まあ結構ね、まあ私も、あの、上場のね、時のね、書類とかね、あの、蔵替いの時の書類とかね、あの、作った経験ありますけど、まあ時間かかるんですよあれこれね。ですんで、まあ、これはもう8月10日以前というのはないです。それはもう100%ありません。まそれ以降になると思うんですけど、あこの、次の四半期の赤字の出方次第ではですね、さらに、まあこれね、 株価下がっていく可能性ありますねまた赤字ということになるとまあ一瞬そのさっきのねえー、利益上昇のところが繰り越し損失の状態になる可能性だってあるんですよね。まあそうなってくるとちょっとこうねうーん厳しいなというふうに思うんですよね。でちなみにですねうんとまあ楽天はねいろいろありましてねあの 例えばですねこれ日経ビジネスなんですがあのテンセントリスクって言ってまあ、これあのテンセントがね、まあ、あのお金がない時にまああの、えー、日本郵政とそれからまあテンセントですね実質ねからまああの資金調達をしたんですけどまあこれがですね、まあ、結構ねそのアメリカからもに睨まれてねでとにかくもう政府がね要するにその監視すると両政府が共同で。 でなんでかっていうと個人情報が詰まってんですよねでましてモバイル事業もやるっていいうことじゃないですかそうなってくるとやっぱりね個人情報が、えー、中国にダダ漏れするんじゃないかとちなみにその中国のまあ企業っていうのはもう政府から言われたら何でも差し出さなきゃいけないんですよねだからそのこれはもう個人的な情報なので出せませんなんてことはもう絶対言えないんですよだからまあこのね えー、まあ少学出資なんですけどねそうは言ってもね、まあ、別に大株主になったわけじゃないんですけどでもまあなんか監視されてるんですよねでその上にですねえっとまあこの間もちょっとお伝えしましたけどあの例のですねえっとユーチューバーですねパクロ系ユーチューバーまあね参議院選挙でね議席取っちゃったんですよねまあ NHK 党まあね声かけたね NHK 党党首もねどうなんだろうと思うんですけど なんこの人あれですよ何かあの有名タレントにねなんか合わせるとか言ってまあ何ですかねお金を4,000万円ですかなんかまあそんなね詐欺行為やってこれでまあ捕まるかもしれんのでまああのなんて言うんだろうドバイにね、まあ、逃げてる人なんですよ。んでまあこの人がですね、まあ、いろいろ芸能人のねこのいわゆる暴露ですねまあ要するにこのチ、えームを暴露してね それでまああのチャンネルいっぱいね登録者集めてね。だけどなんかあれですよ。<laughs> 本人はね自分も自分もろくなことをやっていなくてまあ日本におれなくなってるのに悪党ども弾き出さな日本は変わらんとかなんか言っててね。<laughs> なんかもうまあねあのそっちの方にいたんでまあそっちの方のことはよくわかるっていうまあ結構ことなんかなというふうに思うんですけど。 でこの人がですねまあ三木谷さんですね三木谷さんのまあですねえー、いわゆるゴシップですねこれをですね、えー、参議院選挙終わって銀バッジをつけた折にはねまああの暴いてやるとか言って言ってるんですよまあね嘘かほんとかよくわからないんですけどまあ嘘だったらこれもう本当あれですよねこの詐欺だけじゃなくて、えー、名誉毀損になりますよね だからまあ,あのただねあの議員になってると、まあ、不逮捕特権というのはありますんでねだからまあなかなかねなんかよくわからない世の中になってきましたよね、えー、そんなふうに思いますそれでまあもしね例えばあのこの楽天グループですね三木谷さんがね、まあ、なんかその騒ぎを起こしたと、えー、まあいろいろ世間を騒がしたということで、まあ、仮にですよ まあ社長交代とか、まあ、そういうようなことでもなればやっぱりちょっとね、えー、さらにこう楽天グループへの、ね、こう不安感というのが、ねえー、出てきますよね。まあ、何しろとにかくカリスマ、ね、IT のカリスマ社長ですから、まあ、その方がね何、まあ、か、えー、起こしたとか、えー、それによってまあ社長交代したとかいうことになればです、ね、楽天グループにとってはですねこの株価にとっては えー、いい材料ではなないいかなというふうに思いますでうんとちなみにですねえっとちなみになんですけどこれですね IR バンクの空売り残高なんですけどこれ七夕の日ですね7月7日でゴールドマン・サックスまた買いまして1.62%ですよ空売りの残高がね2572万株ですね。でとにかく、えー、メディルも7日に買い増しをして1.23%。 株式のね1957万株これでまあとにかくこのゴールドマン・サックスと、まあ、メリルですかねそれとえー、JP モルガンですよねまあここですねあとまあモルスタもこれまだ完全に抜けてないですねきっと持ってますね1.26%ねだから空売りの状態がですね、まあ、こんな状態でまだ高水準なんですよ場合によってはですねえっとそうですね 株価がですね、えー、次のまあ、決算ですねこれを境にしてですねまあドーンと下げてくる可能性があるような感じがしますで全体的にですねやっぱり e コマースですねえっと、まあ、リアルが再開することによってまあ、e コマース少ーしね、えー、鈍ってるんですよねですからその楽天本丸もですねちょっとね鈍いんじゃないかなというふうにまあちょっと思ってます まあ、ですから、そういう意味ではですね、あまりその三木谷さんにとってね、いい材料が揃ってるとは言い難いなぁと。まあ、だから楽天ね。私はのヘビーユーザーなんでね、結構。えー、っとね、あのー、どっかでね、やっぱり、いいところがたくさんあるんで、まあ、それでどっかでね、まあ、買いたいなぁとは思ってはいるんですけれど、まあ、ちょっとね、またこれはね、手を出せませんね。本当に、300円とかだったらね。<laughs> 大バーゲンセールですけどね。なかなか難しいかなというふうに思いますえ。今日はね、まあ楽天グループがですね、楽天銀行を、まあ、あの、親子上場させるよと。まあ、親子上場自体がね、まあ、あんまりね、好ましいことじゃないというふうに言われてるんですけどね。だけどまあ、苦しい台所事情でしょうがないんですよね。それから楽天証券も、まあ、その可能性があるといったところでね、まあ、果たして楽天グループね、良くなっていくのかというところをね、 えー、見てみましたやっぱりポイントはね、えー、モバイル事業ですねこれをどうするかと楽天シンフォニーがね本当に莫大なですね売り上げをねまああの仮想化クラウドネットワークですねあれの外反ですよねこれがうまくいって、えー、ものすごい金額のねお金をやることができればねまあ、あるいは楽天シンフォニーそのものを売ってしまうとかね、まあ、それぐらいのことをやるとですねうんと大きくですね、えー 状況は変わるような感じもしますけれども、今のところこの銀行のですね、上場だけではなんか厳しいんじゃないかなというふうに思います。まだずっとウォッチですね。そんなふうに私は思っております。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、本日はここまでです。もしこのチャンネルがいいねと思われましたら、ぜひともチャンネル登録お願いします。それから高評価ボタンもよろしくお願いします。 あの、コメントですね。えっと、たくさんいただいて。まあ、私の体調まで、えー、心配していただいてですね。えっと、結構元気です。うんで、えー、大丈夫です。えー、そういうことでね。えー、またあの、えー、でも心配いただくっていうのはすごい嬉しいですよね。あの、もっと心配してください。よろしくお願いします。本日は、ここまでです、えー。ご視聴誠にありがとうございました。ではでは。